皆さんこんばんは。今日も熱中症アラートを指すくらいとっても暑い一日でした。子どもたちも少々疲れ気味だと思います。完璧を求めないで、よく知っている簡単な曲、弾いてみたい曲を臨機応変に弾かせてあげることも、ピアノの苦手意識から克服できる方法です。今日もどんな曲が登場するか、にゃん、ミュージックスタートなのだ。夏場は子どもたちも疲れ気味です。暖かい目で完璧を求めずに、子どもたちの能力を信じて、できたね、楽しいね、かわいいにゃ、勇気づけて励ましてあげましょう。ムシムシジメジメ、先生もいろんな曲を弾いていますが、ゆっくり基本を身につけることで転調したり、いろんな拍子で変奏もできる技術も身につきます。良い子たちの頑張る姿は先生にとってもとっても励みになります。おかげさまでとっても小学校の女の子も初見力もついてきて、先生の真似をして歌ってくれます。
これはとっても大きな成果です。かくれんぼ。信じてあげましょう。子どもたちも危険なところへは行かない。もちろんハチ、カメなどは本当は凶暴な生き物なんです。なるべくハチを見たら威嚇をしないで見逃す。子どもたちの安全お守りし、あ、できたんわね、だらできたんわね、楽しいが一番でございます。リンが3つで三輪車、幽霊が出すご飯屋さんは裏飯にゃ、本は本でも良いお手本、シリはシリでもシリとり、100は50はなあに、数字のにいいね、100たす10はなあに、数字の110ね、割り算、足し算、
4文字熟語、英語。簡単なことなら何でもお任せ。音楽用語から音楽理論。多彩な引き出しがございます。それでは、バイバーイ。明日も良い子の皆さん、きちんと水分を取り、無理をしないで先生にきちんと何でも教えてくれます。レッスンに来てくれるのが楽しくなる。これが一番だと思っております。それでは。